はい、お世話になってますアポロンです、今回はマンソンの MA シリーズの、ミディパッド搭載モデルの、接続方法について説明していきたいと思います。はい、行ってみましょう。まずギター用意します。はい、今回ブルーベルシリーズ、はい、リミテッドモデルです。次にカオスパッド、ケーブルが1本、もう1本、そしてミディケーブルが必要。はい、こちら。はい、じゃあまずカオスパッドの電源を入れます。はい、はい、電源オンと。次が、ミディケーブルを接続します。カオスパッドのミディインに、はい、ミディイン、はい、ミディインですね、はい、ミディインですね、はい、向きを間違えないで挿してください。 OK。 で次にギター側の、ミディ端子に、差し込みます。はい、これも向き気をつけてもらって、はい、はい、こんな感じ、はい、こんな感じ、はい、OK。 で次に、カオスパッドの、マイク端子に、はい、マイク端子にケーブルを1本差し込みます。はい、はい、OK ですね。でギターの、ジャックですね、ギターのジャックに、はい、はい、ギターのジャックに差し込みます。これ差すことによって電源がオンになりますね、カオスパッドの。はい、光りました。光り方、光ります、光ります、光ります、はい、光ります。で、カオスパッドのヘッドホン端子に、ヘッドホン端子ありますね、はい、ここにもう一本ケーブル挿します。はい、そしてアンプの方に接続と。はい、これでだいたいセットアップは OK です。これでギター側のタッチスクリーンですね、を触ると、あ、こんな感じでカオスパッドと同期されてるので、パッド、カオスパッド側のパッドもこう指に合わせて動きます。あ、面白い。じゃあ試しに音出していこうと思います。はい、まずはフィルター系ですね。フィルターの、はい、こんな感じ、あ、こういう感じでリアルタイムでエフェクトを変化させることができます。いらっしゃいませ。はい、この時営業中なんですね。はい、こういう感じ、非常に面白いですよ、やっぱり。はい、これフィルターです。これも同じくちょっとピッチシフター系のフィルターを強力ですね、はい、パフォーマンスとしても面白いものを見せられるんじゃないでしょうか。で次が、カオスパッド側のドラムマシンを流せます。はい、はい、指の位置によってリズムパターンが変わっていくんですね。でギター側に黒いスイッチついてるんですけど、ギター側に黒いスイッチ、はい、これホールド機能になります。タッチスクリーン叩いたところを固定することができますね。感じで一人バンドごっこみたいなこともできたりしますね。はい、こんな感じで、簡単にはなりますが、接続方法と音色の紹介になります。ご視聴ありがとうございました。